第48回日本大相撲トーナメントの新大関、琴ノ若は2勝したが、準々決勝で敗れた。昇進伝達式後もイベントに参加し、連日忙しい日々を送っている。この日は取り組み前に記念撮影会に参加し、ファンと交流した。忙しいですけど、経験できることなので、ありがたいですね、と笑顔で話した。ただ、疲労が隠せない様子で、 早く帰って寝ますと言って会場を後にした昨年の夏場所で引退した元大関の栃の進の引退相撲が4日東京の両国国技館で行われました新大関の琴ノ若は幕内土俵入りと取り組みに参加しました大関昇進後初めて国技館の土俵に上がり場内アナウンスで新大関琴ノ若と呼ばれるとたくさんの拍手と歓声が響きました ファンの期待に応えて嬉しい気持ちで感じています。まだ大関と呼ばれることには慣れていないけれど、これから慣れていくと思いますと笑顔で語りました。土地の新徒は、彼自身が新入幕だった20年春場所の千秋楽で初めて対戦しました。彼の強さを思い出します。馬ひねりで勝ちました。彼と戦えば、全く通用しないわけではないと感じました。 彼は自信をつけるきっかけとなったことを振り返りました。大相撲の大関高啓衣装は、後輩である琴ノ若の大関昇進を祝福しました。日日、東京、麻布台の霊友会釈迦殿で行われた節分会に参加し、屋外で豆まきを行いました。青空の下で行われたこの行事について、来ていただいてありがたいですね、と述べました。琴ノ若については、 一緒に山田先生の指導を仰いできたので、おめでとうという気持ちです。これからも一緒に稽古をして頑張っていきたいです、と語りました。彼は中学時代から琴ノ若を知っており、当時から彼の体の大きさや相撲センスには注目していました。また、トーナメント形式の試合では一発勝負なので厳しいところもあるが、プロの世界では実力が重視されるため、琴ノ若はプロ向きだったと述べました。 自身は初場所4日目に頸椎症性神経根症の診断書を提出し、2週間ほどの安静科療が必要とされ、休場しています。現在は治療に専念しており、焦らず頑張っていきたいと話しています。新大関琴ノ若が誕生した、日本相撲協会は31日、東京、両国国技館で春場所の番付編成会議と臨時理事会を行い、 関脇琴ノ若の大関昇進を前回一致で承認した気になる今後のしこ名については昇進2場所目となる5月の夏場所から元横綱だった祖父のしこ名琴桜を襲名する予定と明かした会見で琴ノ若は琴ノ若で一場所取ってからは琴桜と考えていますと説明前日に父で師匠の佐渡ヶ嶽親方と相談した結果を踏まえ この名前を大関にあげたかったと率直な思いを語った。そんな胸の内を聞いた佐渡ヶ岳親方は、私が関脇で引退しているので、この名前を大関まであげてくれるのは、師匠として、親としてありがたいと喜びをかみしめていた。琴ノ若、本名、鎌谷正勝は、父が師匠を務める佐渡ヶ岳部屋へ、2015年10月に入門しました。 彼は当時から引退するまで後戻りできない指定という関係性の重さを10分に理解していました。彼の師匠もここで稽古して強くなればいいので寂しさはないと割り切っていました。彼に対しては他の力士よりも厳しく接し食事に連れて行く回数を減らしました。彼はまた谷というしこなで入門しましたが肩書きであること桜の孫 琴ノの若の息子という重圧を感じていました。書土票から負け越すことなくばっかまで駆け上がりましたが、その後は3年間にわたって停滞していました。そんな時、昨年12月に亡くなった元関脇の錣山親方が声をかけてくれました。錣山親方も父が元関脇で師匠という同じ境遇であり、お前も頑張れと励ましてくれました。その言葉が。 彼の新十両昇進を決意するきっかけとなりました。もし自分に息子ができて、相撲をやると言われたら、それはかわいそうですね。息子が次代目となると、彼の精神的な負担はどうなるのかなという会話がふと出た。この言葉は、自分がどれだけのプレッシャーや重圧を乗り越えてきたかを表している。番付を上げるにつれて、プレッシャーを感じなくなったと話す彼。 どうせ言われるなら気にする必要はないと思えるようになったんだとさらに語るそして今ではこういう環境にいさせてもらって本当にありがたいと感じているんだと感謝している彼は背負った運命を力に変え親子三代の夢を実現させた終わり